さあトン3曲、うん、近藤の親番です。ドラがパーソー、近藤も今の手は上がりたかったですよね。上がりたかったですね。相当上がりたいですよね。そう、感触良かったと思いますね、うん、かなり。さて、ここはちょっと厳しいですか。ここもうこの第一打で構想って感じですよね。そうですね、うん、一旦平田君保留でピエへ行きましたね。これはどうですかね。お前の近藤がツモ次第か、リンのも早そう。近藤パーソー回り引けると形決まって動きやすいんですけど ね、 そうですね、何をやるにも。あ、でもこれで大崎も、あ、これでだいぶ締まりましたね、はい、1個もあると全然違いますよね。さあ近藤もいいところを引きました。あ、これ本一まで見てるかな。本一まで見てる可能性ありますけど、あ、でもやっぱり見てますね。これね、だってドラのパーソーが浮いてるから、 そこで一面ずつ作るって考えると本一にできるんですよね、十分。その方が泣けるんで便利ですよね、うん、機動力ありますからね。打点もね保証されてますからね、うん。あ、ただこれで、うん、そうですね、そうですね、これで。ここもまあツモ次第ですけど、どうでしょうね。ああ、大崎が早いか。大崎伸びてきましたね。しかもこの黄色2枚ブロックできてるのがいいですね。気分いいですよ、はい、ああ、ドラドラだ。ありましたね。関係ないですね。こうなると、ハツを切って単野をで全部ポンしてみるっていう感じですかね。ですね、なりそうですね。三層引いた時に、あ、でも即利しそうですね。スーワンとパーソンシャンプーですね。はい。さあ松本もペンチーワン関連ピンと引いて、うん、戦い形になりましたね。ただ受け気味、三層を切るってことはちょっとやっぱ受けですよね、うん、受けと何かしらの手役か。お、リャンズを引いた。あ、いいリャンズを引きましたね。これイーソー先に決めますかね。三層今、ね、うん、切れましたからね。やっぱ結局スーワンとパーソンのシャンポンにしたくないですもんね、はい、できれば。はあ、なんか一通の印象になりましたね。手役かなり見てますね。もうまっすぐ行ってますけど、思うようには進まないですね、はい、松本もね、やっぱりそのこの1年で大きくいろんな舞台を経験して、うん、麻雀にもの考え方も変わってるかもしれないですよね。あ、まあ、特にやっぱり昔と違うな、昔というか、まあ、はい、2年ぐらい前と違うなと思うのは、打牌スピードがね、やっぱりめちゃくちゃ早かったんですよ昔、うんうん、だけどまあ普通ですよね今ね。今ね、そうですね、うん、やっぱいろいろ考えることが増えて、はい、あれれ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 れ、ドラの声になりましたね。これは何を切るか。これね、リス、リャン、まあリャンウソースワンにできるんですけど、つもり産卵光なども見てという。そうです、とりあえず、お、リーチ行くんだ。リーチ行きましたね。なるほど、リャンウソースワンでリーチをかけました。ほほさあ、役割満貫でしたが、ほほ、これは意外というか、意外というか、リャンウソに自信がある。スーワンもちょっと自信あるんですかね。スーワンあると思いますね、うん、はい、スーワンに自信があって、リャンウソもまあ悪くはないっていうぐらいですかね。でも別に自分、うん、まあちょっとちょっといいぐらいに見えるかもしれないですね。3層 2枚見れてて、数層も2枚ブロックしますからね、使いづらい牌ではあるんで。さあ、リンのは安牌ゼロ、4枚目のチーピンを積もってきたところです。厳しいですね。あ、一旦ドラだけ使えたら完するっていう形にしましたね、うん、使いづらいですからね、3番は。ターンする前に打っとけっていう感じですね、うん、大崎はちょっと無理か。
はい、そうですね、宇治のローマンですね。松本も今テンパったら一枚勝負するんじゃないですかね。松本だ、リーチつもタンヤオドラさん6000オールのつま上がりとなりました。うん、いやすごいですよね、連覇野郎ですね、うん、やっぱりね、上がり連チャンで親で玉で満貫あったらやっぱりなかなかリーチっていうの勇気いりますよね、うん、俺は自信があんだぞってことですよね、うん、しかも普通の両面じゃないですからね。そうなんですよね、割と よくないというかね、うんうん、自分で使う結構使ってる町ですからね、うんうんうん、この辺はさすが、うん、強いですね。つぶやチャンネル動画を見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。麻雀や人狼の動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。お願いします。